始まっっちゃったよ今4位ここから1位巻き返せるかな見てますか震災の皆さん <laughs> <laughs> 見てないだろうな <laughs> あ23時までの配信ちょっと待って編集するちょっと待ってね 審査員さん紛れてるかもしれないからあ角煮角煮今日めっちゃ美味しくできたの実は <laughs> 本当に美味しくできたのちょっとこれは自慢したいレベル皆さん見てますか武井ですよ武井が配信してますよねえチームエンドの MV にはハーサーちゃんとみおんちゃんもいたんだけどえどういうこと <laughs> 今の新しく出た MV マジ えお芋めっちゃ美味しかったあさつまいもの何かはあのさつまいもバターをえ参集できるかどうかわかんないわ <laughs> かんない <laughs> けど送ってもらえると嬉しいなイ,イベント中だからさつまいもの何かはバターで炒めてお砂糖とみりんであの。 カカリカリにしたやつあれなんて名前なんだろうなんて名前かわかんないけどうん作ってみた味は美味しかった味は美味しかったんだけど何かはわかんない角煮はマジで美味しかった2時間半かけて煮込みました <laughs> 2時間半もね煮込むとね箸で持てないのあれもうとろとろあっおー だったらあのハート送っていただけると嬉しいな。えー、てっちゃん？えー？えー？待 <laughs> って？えー？熊熊タワーじゃん。てッちゃんレベをオメストして。えー？ありがとう。びっくりびっくり。びっくりびっくりビンビンだよ。不思議な力が湧いたらどうする？ ありがとうアイテムで,すでもね明日もねこのなんかちょっと配信時間についてちょこっと話してもいい <laughs> 配信時間についてもちょこっとお話ししてもいいあのねちょっと深夜深夜枠が結構多くて、まあ、その理由としましてはあのちょっとあの某あの某お祭り <laughs> 某。 もう武井の住所大体割れちゃってるからあれなんだけど某武井さんが住んでいるるでででああろう地方で有名なお祭りが秋頃にあるんですよ <laughs> いやみんな名前出さないよ名前知らない人もいるだろうから名前は絶対に出さない名前は絶対に出さない名前と何市に住んでるとかはもう絶対に出さない方向でコメントをお願いしたいんだけどあのー、このちょっと深夜枠多いのが同日祝日があのー。 そのね、あの太鼓だったりあの演奏演奏って言われしたらいいがね演奏がね演奏の練習がね9月から10月にかけてあるのよ9月の後半から10月のそのお祭り本番まであってあの某お祭りねあの,あのもう某であのもう本当に気になる方あの検索していただいたら多分出てくると思うんだけど某お祭りがね開催しておりましてあの武井さん今ね実家に住んでいますのでちょっとね どうしても夕方配信できないっていうね事態がございましてあの土日はね土日土日祝日だけできなくてあとは特にあの平日とかだったら大丈夫なんだけども土日祝だけは本当にできなくってですね <laughs> 本当に申し訳ない、まあ、千葉にいたら多分全然できたんだろうけど。 塚さんありがとうナイスハート千葉の方のね私の実家もう一つの実家あの舞浜に実家があるんですけど舞浜にいたらねなんとかなったんだけどありがとうナイスハートですそうなんだよねだからちょっとね今回深夜枠多めになっちゃうんですよそうだからね明日もねちょっとね0時からと2時からっていうちょっとあのもうちょっとね間空けた方がいいんだけどちょっと。 うまくするね今度からちょっともうちょっとうまくいくねあんまり遅すぎると多分もう次あの今度誰も来てもらえないっていうそっちの事態の方が避けたいから <laughs> 申し訳ないいやあのね某お祭りはねその住んでる地域によって違うんですよ <laughs> その何々市っていう何て言うんだろう一つのくくりではあるんだけどそのそこそこによって違くて <laughs> なんか 有名なお祭り、有名なその、その中でもおっきいお祭りはもう終わったんだけど、終わってない方、まだ終わってなくてですね <laughs>。まだ終わってそう、地区的にちょっといろんな地区でやってまして。そうなんだよね。ちょっと、あの、そうなんですよ。ちょっと、某、某、某としか言えないんだけど、ほんと。あー、塚さんありがとうで、塚さんにもう一回聞きたいことがある <laughs>。アニメなんだっけレベオメー 羊さんありがとう、ハート。ナイスハートです。ありがとう。あ、3位だって。あら。ナイス3位。ありがとう、みんな。あ、BPM さん、ありがとう。BPM 様の瞳に乾杯。<laughs> ありがとう。ナイスバラカリさん、ありがとう、ハート。ナイスハートです。ありがとうございます。 ありがとうめっちゃハート送ってくれてるカリさんありがとうこんばんはナイスハートですありがとう前面白いって言ってたアニメなんだっけ羊さんもありがとうナイスハートですありがとうめっちゃハート送ってくださってるありがとうカリさんあ、イベント参加されてるみたいなので頑張ってくださいねありがとう頑張ろうまだ始まったところだ今日で、 行くかな行くかな <laughs> 1時間だけど行くかなカリーさんありがとうナイスハートですありがとうございますえ、これさ初見ですえ次のアバターはバースデーアバターを出したいんだよね私実はねみんなに内緒にしてたんだけど来月お誕生日でしてあのバースデーラムちゃんアバターを出したい <laughs> かりさんありがとうめっちゃハート送ってくださってるありがとうナイスハートでーすアバターはね星投げてくれたらね自動的にもらえるの実は星送っていただけるとなんと自動的にもらえるっていう優秀なシステムを導入しておりましてこちらでアバター管理のところからね変えれる私も変えたんだ 魔法科高校の劣等生。え、なんかもう一個アニメあ、魔法科高校の劣等生だ。それだ、それだ。なんかようこそ実力至上主義見てたらさ、なんだったっけってなって、毎回それをね、あれな、あ、OK、ありがとう。次、それ見る。塚さん、ありがとう。<laughs> それ見る。あれ、え、52さんもありがとう。どうピオーネ。<laughs> ナイス、ピオーネ。ありがとうございます。52さん、レベオめファンが43人になりましたよ。ありがとう。 カリさんありがとうめっちゃハート送ってくださってるサラバター星星送っていただけるとねもらえるよサラバターはねアバターのイラストの下へ下絵は届いたからまた後日もうちょっとね経ったらもらえると思うありがとうカリさんめっちゃハート送ってくださってるわよありがとう羊さん羊さんもありがとう小判送ってくれてるナイス小バにゃん小バにゃんありがとう マキオさんレベルめえ、カリさんめちゃめちゃハート送ってくださってるよ。ありがとう。ナイスハートです。ありがとう。カリさんありがとう。ナイスハートです。ありがとうございます。アサミットワンレベルめえ。おいじつかさんもね、おおじさま。絶対持ってると思うよ。さっきだって。 ハート送ってくれてたもん <laughs>。アバターのとこにいないクマちゃん。クマじゃないモルモットなんだけどね、これ。モルモット、実はモルモットなんだけど、いない <laughs> え、なにこれ、ケンタロウさん。なにこれ、なにこれ。シュークリームシュークリームじゃん。かわいい。ありがとう、ケンタロウさん。シュークリーム。ハンバーグ違うな、ごめん <laughs>。違うな、今思った。自分で冷静に、あ、違うって思った。 ありがとうカリさんハートナイスハートですこのさどうしようこのさクマさんタワーをいただいたりあの,そ,のそれこそタワーを,をね建設していただいた場合のさお礼を何か考えた方がいいなと思ってるんだけどみんななんかいいやんあったら教えてほしいいジャイアさんレベオメかわいいしててくれてるかわい,い。 ありがとうナイス可愛い <laughs> ありがとうえー1個もハート送ってくれてるよとんでもない量のハートを送ってくださってるわよありがとうオカリさんナイスハートですとりあえず舞う舞う方向でいくチンチャレンジチンンアバター買えれたあったあったよかったよかったこれライちゃんが書いてくれたの 今日はねあのー、実はねあるところに行ってきましたどこだ <laughs> どこだあしたはあしたはその帰りなんだけどあのー、どこに行ってきたでしょうあの私の用事じゃなくて妹の用事でついていっただけなんだけど当たるかな <laughs> 妹の付き添いなんだけど劇場ブップんだと思うマーブルブッブー アニメトブー,ブーもっと現実的なな用事 <laughs> もっとなんか急を要する劇なんかあ学校じゃないねお見合いじゃないねもっとなんか急を要する系のなんだろう妹が学校始まったら困る系ツルハドラッグではないんだよね <laughs> 眼科正解よく分かったね。 あ今日もすべてが可愛いって言ってくれてる。ありがとうやっ子さん <laughs>。正解あのメガネメガネメガネだよ <laughs> 眼鏡。メガネ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 案件であのー、あれですよ。ああこれこれに言ってきた。あおってくださってる。ありがとうナイスおいおいナイス。あみんながもうみんながおってくれてる。 みんなが追ってくだすってる全てがスタイリッシュ今日スタイリッシュでしょ見てピアスまでつけちゃったよピアスまでつけちゃったいつどこで誰が見てるかわからないからあの発言と言動には気をつけていこうと思いますいつも可愛いそうだいつも可愛い <laughs> あのねめっちゃ視力落ちたんだってさ メバチコだよこっ,ちかこっちとかあのー、まだ目腫れてる気がするそうでもないか申し子ですハンバーグとか言ってる場合じゃない <laughs> ハンバーグとか言ってる場合じゃない,いつ野とまあ変わらないような気もするけどそんなことないよ <laughs> 代理ねあ 気づかなかなっメガネしてたじゃんあっライのリップ落としたしてたじゃんメガネメガネって今日しないけどラブベリーラブベリーもしてたよおしゃれ魔女ラブベリー大好きだったよ毎お買い物行くたんびにお母さんにこれしたいこれしたいってねだったもんだよ本当 落ちちゃったペン,ペンじゃない口紅が落としちゃったお嬢さんライちゃんのリップ落としましたよ <laughs> お嬢さんちょっとライちゃんのリップを落としましたごめんね <laughs> ライライごめんね熊いたあのモルモットですそちら <laughs> それはもうあの熊に見えるかもしれないんだけどこう見えてモルちゃん こう見えてモルなのよ。まだベッドの下に隠してくれてんの。あのベッドの下から出てくることあるレイ。<laughs> あ本棚に置いてくれてるりょうた君は。あ眼科樹脂のいない眼科なの。ちょっと眼科樹脂の眼科はちょっと遠いの。遠いからあれなんだけど、近くの眼科に行ったんですよ。今日は。 あ、やっこさん、レベオメー。ナイス、レベオメです。たまに空気当ててる <laughs>。基本ベッドの下にあるけど、たまーに、たまに空気に当ててもらえるの、レイ。ゴキって言うと、えぇ、ー、某有名アニメのエンディング。ええー、すごい。何のアニメ <laughs> 何のアニメレベチ。レベチだ。やっこさんがレベチでした <laughs>。 <laughs> ナイスレベチこんばんはどうもこんばんはシェイクスピアここもすごいんだよレベルあるのよここにも 当日になったらタイトル出してくれるの。私知ってるやつかな。<laughs> 私知ってるアニメ武井さんにもわかるアニメかな。絶対見たことあるサザエさん <laughs> サーザエーさんではないそれそ袖襟。シェイクスピアみたいかな。 もうじゃあもうこここうコーかースタイリッシュとか意識せんとこうやってこうやってる方がよかったなんか音楽室に音楽室にいそうにならんそれ <laughs> 音楽室感出ちゃう皆さん明日はお休みですか弦画弦画すごいねそれはテンション上がるわ 明日は皆さんお休みですかお仕事明日祝日だよね確かあお仕事いや明日祝日だなと思ってあ明日お休み夜中 <laughs> これかこういうことかあみんなお仕事かいや結構お仕事の方多いね明日お忙しい方が多い ありがとう忙しい中来てくれて台風がまた来るの祝日って何え明日祝日 <laughs> もう祝日が関係ない職種の方はもうそうなっちゃう何それ美味しいの状態でも今週祝日お休みの方は月曜日と金曜日がお休みだったのか月金お休みだったのかえー、お墓参り 大雨予報でお墓参りちょっときつくない何ししいいののお休みじゃなかっったんだね美味しいのって何それおいしいのって言ってる方は多分みんなお休みじゃなかったんだろうなって思っとくだけみんなみんなその日お休みじゃなかったんだろうなってあそうなんだ福岡福岡でライブだったんだ今日は今日は福岡だったのか 土曜日にまた台風が来るの多い、ね、台風こないだ来たとこやのにえしっかりいただこうとしてるやん <laughs> それあれじゃない唐揚げ問題みたいに勝手にレモン汁かけられたら喧嘩とかにならない <laughs> ちょっとシルバーウィークレモン汁かけない派だったのにみたいにならないそれ大丈夫 <laughs> あこんばんは明日女子会なんだいいねカフェとか行くの 3連休福岡遠征 <laughs> うわ福岡遠征いいね福岡で美味しいもの食べたいあまだ台風にはなってないんだ良かれと思ってかけたのに <laughs> 連休いや連休めがけて台風やってきてあれは狙ってるね <laughs> 台風多分狙ってるねこれは。 それは言うてへん、ジャミル <laughs>。ジャミルないよ。あ、お友達の家行くんだ。わ、いいな。いいな、いいな。なんかそういうの楽しいよね。お友達のお家で。お菓子とか食べるのかな。あ、お留守番。はあ。はあ。福岡遠征。福岡でもお酒飲むのかな。みんな。結構お酒飲まれるのかな。 影響そんななかったね雨はちょこちょこ降ってたけど大阪への影響はそんななかった九州とかが結構あれだったかな九州の方とか沖縄の方とかかなうん東京すっごい雨すごかったね <laughs> 台風来てなかったのにね何だったんだろうねあれは いやお菓子食べだってさ友達とさ集まって何するって言わお菓子食べるがいいわかんないだけ <laughs> お菓子食べんじゃないのこうえ,え違うねこう中央線 <laughs> 公園線 <laughs> 混ざったいろいろ混ざっていってる中央線が高円寺を通過することで休日を知る人間ですどういうことそれわかんないよ武井あっお腐いするんだほうお酒飲むんでしょ <laughs> お酒飲むんでしょ 行きの新幹線行き帰るはね全然大丈夫だったなんなら土曜日は全然晴れててなんか日曜日がめちゃくちゃ雨だったんだけど全然帰れたねあの早かったの8時発とかに乗って帰ったの私だから結構早くて8時発で帰ったからああありがとうケンタロウさんモンブラン私モンブランめっちゃ好き <laughs> 私モンブランめっちゃ好きなのありがとう ショートケーキもくれてるいちごのショートケーキを食べたのーって知ってる <laughs> 芸人さんのネタでえ大乱闘スマッシュブラザーズはやらないよ <laughs> 女子は集まって大乱闘スマッシュブラザーズはあんまりあんましあいしやんない喋 <laughs> れねえケンタロウさんありがとう何これカップケーキだかわいいありがとうナイスカップケーキ シュークリームハンバーグ <laughs> シューーークリームハンバーグやと思ってるからありがとうバラバラもありがとうケンタロウさん行きも帰りも途中で止まっちゃったの爆睡してたけどうん行きも帰りも爆睡してたんだけどあのー、時間通りついてたわ結構止まっちゃった ?8 時9分発行きも帰りもね行きは朝の8時9分発だったので帰りはあのー。 20時9分発で帰ってきた <laughs> わかりやすいでしょそこくない行きも帰りも8時9分発爆睡爆睡だったよ竹井は行きも帰りもしっかり寝たえ三30分弱もそれちょっときついねえ帰りあれは行けたのなんか終電とか全然間に合った <laughs> たまたまななんだけどすごくないたま,たまあのー、第,2第1希望第2希望みたいなのが出せて東海ツアーズで出せたんだけどあのたまたま両方同じ時間だった新幹線のアイスはね食べてないのじゃがりこ食べた <laughs> あ旦那さんが迎えに来てくれたのおいいななんかそうなんかいいな優しいいいな いちごのショートケーキを食べたのあらはじめましてこんにちはなんかこれ首短く見えるね、まあ、知らんがなって感じだと思うけど首短く見えるね「セコマのあでたアイスクリームおいしい?」。 あー電車遅れてるから <laughs> 意外とね早く着いたりあら野原慎之介の,すけ,のすけさん久しぶり元気だった <laughs> 久しぶりだねありがとうナイスハートですありがとう握手会も来てくれてたよそういえば最近お話会来てくれないの <laughs> <laughs> 最近来てくれないのよ野原しんの之けのすけさんまた来てね <laughs> よかったらまたお話ししに来てねちょっと久しぶりでびっくりしたよ何マックスバリューで北海道フェア美味しいやつじゃん絶対「北海道」って書いてたら何でも美味しいから「<laughs> 北海道」って書いてる食べ物買ったら大体何でも美味しいからお話会 お試かいセコイマートそんなこと言わないでそういえばホトさんが私のことをねタグつけてあの小池屋さんに小池屋さんにリップを飛ばしてくれてたの見て笑っちゃった<笑>,笑っちゃったこちらですねスッパムーチョこちらですあの世界で一番おいしいポテトチップススッパムーチョでございます これが多分本当に一番おいしいドキッとしたのは何でだろうこれこれが一番おいしい小雪屋さんにねリップを送ってくれてたのよすっぱムーチョ一番おいしいからこれ世の中のポテチの中で結構本当結構本当に1位だと思ってる もうポテチには日頃お世話になってるから <laughs> 送ってくれてたんよねおあと44万5,000ポイントだいぶ近づいてきましただいぶ近づいてはきてないねまだごめんなさいまだ近づいてはないんだけどもっとエスキーだけナンバです ナンバやねんば <laughs> やねん関西弁をしゃべろうと思ったらこういう時に限ってなんか関西弁が出てこないものですね「なんばやねん」「ナンバが好きや」「ナンバが好きなんや」<laughs> でもまあいいのよそれで。一ファンだからねポテチの一ファン。 だから竹井はなんか今日鼻筋書きすぎてる気がする <laughs> 書きすぎてる気がするそっかそうなんよ八六さんはどこのグループ推しとかってありますかええー、強そうな方が <laughs> やっぱりあれだねあのー 審査衣装もそこも狙っていかないと <laughs> うわーそんな強そうな方がじゃあ武井も「レイがどうたらこうたら」って書いとこうかな「<laughs> レイがどうたらこうたら」って書いとこうかしらもうイベントになるとみんな強いんだものでもあとちょっとで2位6万6千ポイントか 星のスタイリッシュなコメントそうだよ NSC じゃないよ <laughs> ちゃうちゃうハローハローみんなよかったらねお星様の応援だけでもあのご協力いただける方はご協力いただけると嬉しい所存でございますただいまイベントに出場しております武井さん今日も先輩が大好きなふみ子ですいいねなんか幸せ幸せをなんか こからなんか幸せちょっとなんか2ミリぐらい分けてもらいたい何期生いないんよ NSC にはいないんよなんかいた感じでなんか話してるけどいないんよこの枠はもうスタイリッシュはではない <laughs> スタイリッシュさはないあありがとうございますお仕事中に来てくれたのか ありがとう頑張ってー今日は何をのろけましょうかさあつみちゃんいつもねいつも幸せそうなのいいね幸せなのが一番だからね人間強いて言えばとかじゃなくてドラフト一期生なんよほんまに <laughs> ほんまにドライチやねんな強いてとかじゃないなんか本当になんかい痛々しくないのがん,んでこんなとこ打ったんだろうねいつ打ったんだろうねわかんなこんなとこ打つ ガーンってやったんだろうね当てたんだろうなふみちゃんの一日一のろけあさみちゃんもやってくれていいんだよあさみちゃんものろけれるでしょあなたも新婚さんじゃないスタイリッシュまあ今日の朝ごはんはクロックムッシュに昼ごはんはスパニッシュオムレツに晩ごはんはスパゲッティ <laughs> 全部カタカナ全部カタカナのもの 熱海でも優しい先輩でしたわよあらあらすてあら素敵きかんでんの自分でこうやってこうやって結構頑張ってかんでるなまだ新婚でしょ新婚さんって何年までどれぐらいまで新婚さんって言うんだろうわあ横文字 <laughs> もう横文字で生きていくわここの1週間ぐらい スパゲッティのがなんかちっちゃいちっちゃいの入ってるやんちっちゃい字 <laughs> ちっちゃい文字入ってるからかっこよくないパンパンではなかったパンはね違うもっと長い長い文字の方がいい「おつおつありがとう来てくれて」 やっぱ一枠置いてかれてんのはちょっと痛手かもしんないピザじーゃが「ピッツァ <laughs> ピッツァマルゲリータ」<laughs> かっこええんちゃうめっちゃかっこいいんちゃう熱海の駅でトイレ行ってたら先輩が芙美子の携帯のフィルム割れてるのを見て。 そして三十レベル。ええー。ありがとうてっちゃん。タコ。ナイスタコさん、ありがとうございます。ありがとうー。ええ、フィルム。買って貼ってくれてたの。なにそれ。なにそれ。すご。そんなことあんの。 こんばんばはーこれ見ないと一日が終わらない <laughs> しっかり関西弁出てるなそこそこえ <laughs> ファッションの話とかした方がいいのかなえっと今期は今期はなんか腹巻きをつけようと思ってます冷え,冷,え冷えるからね最近私は昨日から腹巻きでデビューをしましたおでん虫さんありがとうシュークリーム ハンバーグありがとうナイスハンバーグありがとう優しすぎる何それそんなそんなことされてみたいだけいもだ <laughs> けもそんなことされてみたいよさかっちさんありがとうナイスハートありがとうつかさんも今割れてるの貼ってくれないかな先輩先輩貼ってくれるかなお腹温めたよちゃんと昨日から腹巻きデビューしました 昨日でもすっごい格好で寝てたよタンクトップに腹巻きっていうさすんごい格好で寝てた <laughs> 寒いんか暑いんかみたいなありがとうかっちさんいっぱいハート送ってくださってるありがとうございますナイスハートですありがとうトイレから帰ってくるその一瞬でそれをやってのける先輩すばらすば <laughs> ら竹子先生が腹巻きしてるよ 竹子先生お腹、お腹壊しがちだからかりさんありがとうピンクと紫これ誰のペンライトだろうああたしかなそれ本当にあたしかなてっちゃんありがとうモンブラーンモンブラーンありがとうショートケーキいちごのショートケーキを食べたの <laughs> ありがとうナイスショートケーキ A 型なんだ。羊さんありがとう。ショートケーキ。レベオめです。そして、てっちゃんありがとう。カップケーキ。ナイスカップケーキです。ありがとうございます。釣ったの。秋、秋は釣るの。<laughs> そんな、そんなのあるの。そこで実感するんだ。 白い恋人で張りかえっていただけんのだってつかさんなんかおやつを先輩に渡したらあれだって <laughs> あの張り替えてもらえるって「トリトントンタンタンとティントン <laughs>」ここしか知らないから歌えないんだよねお恥ずかしいんだけどしかも先輩荷物もずっと持ってくれてたの らそれはもうスバらだわ本当にえー、いいなーなんか素敵だねなんか人ののろき聞いてるのっていいねなんか自分もなんか頭行ったんじゃないかなと思えてきた行 <laughs> ってないんだけどさ全然行ってないんだけど頭い行ってたかなーみたいな気持ちになってる今あ鳩サブレだって鳩サブレでも行けそう鳩サブレも あの何張り替え対象内 <laughs> 張り替え対象これ何マロン何マロンって読むのなんかねもっと先輩のこと好きになってもうたんよねえー、な <laughs> えなええなすごい幸せそうしょうちゃん寝たわしょうちゃん起きて 翔ちゃん、起きてあげて。まだ十時やで。てっちゃん、ありがとうシュークリームハンバーグ <laughs> ナイスシュークリームですありがとうございますえ、そうだよ。リア充しかいないんだよ、ここ。キサラギって読むのキサ,キサラギマロン。<laughs> かわいい名前。ありがとういっぱいシュークリームを送ってくださってる。ありがとうございます。サラちゃんののろけは、 あの今日眼科に行ったライトライト一緒に眼科行ったよ <laughs> あのあのうん出来事あとお母さんとスタバ半分こしちゃった関節キスと「<laughs> <う>サラちゃんのおかげで恋がみなりました」もう絶対にそれはサラちゃんのおかげじゃないって思うけどそう言ってもらえるなら嬉しいね。 美味しい,よね、いいねパイナップルケーキとかパイナップルケーキあお友達のとこじゃないの,あの近所のとこ行っちゃった遠いからご飯食べてお風呂入って気付いたら寝てたかまってかまってってよ起きろー構えー、って <laughs> 構うという義務がまだ残されているんだよ君にはって起こそう <laughs> あのさすさすしう起きろーってキサラギハニーなんだ 恋愛ジョージのでも好きな人いないからな <laughs> ジョージも何も好きな人がいないから作戦考えたね楽しかったねみんなで作戦考えるのあの作戦会議めっちゃ楽しかった 二次元もあり二次元もありだったら2択なんだよね京也先輩かあの玉木先輩かでも最近少女漫画では月のお気に召すのままのルナっていう主人公の彼氏が好き <laughs> ルナっていう月と書いてルナそうなんだよね初日そこが痛いよね 頑張る最後まで諦めずに頑張るありがとう諦めずに行こう諦めずにもうだからもう最終の審査員賞まで狙ってるからもういざという時のだからもう毎日めかし込んで配信しますからわ <laughs> かりやすくめかし込んで配信しますめかし込むって言わないもんあれ何て言うんだろう <laughs> こういうの何て言うんだろう ああ、お誕生日。ええー、考えよう考えよう、一緒に。サラちゃん一択だからな。お寿司ちゃん。お寿司ちゃん。好きなキャラの共通点、イケメンだよ。顔が、顔が美しい。美男子っていう特徴があるね。好きなキャラの共通点。あとなんかね。 でもなんかクールキャラも好きだし王子キャラも好きだから多種多様だね誰でも大好きなんじゃないかなと思って思えてきた DD の可能性があるね武井ああプレゼント前回なんだったっけ前回なんかカバンって言ってたっけお財布だったっけグッチあげたって言ってなかった竹井んかほんで芙美子がみうみうもらったってなんか思い出したけどあアイテムはねあの お星様があるじゃないですか下のところにそこをねお星様を長押ししていただけるとアイテムが出てきてお星様は押していただけると投げれますお星様はそのままであーごめん切っちゃったあちなみにねお星様をね投げていただけるとねあのアバターもらえるからよかったらやこさんもアバターもらって <laughs> ラムちゃんのアバターよかったらもらって自動的にもらえるのでそれは。 せっちゃんありがとうピオネピオ <laughs> ネありがとうつかさんありがとうハートナイスハートお財布かキーケースは今日は最悪すぎるぐらい最悪な一日だったのかまあ楽しんでいこう最悪なことあったらもう次上がるしかないから。 あ、まだだったキーケースあドラえもん僕ドラえもんです <laughs> ありがとうかりさんナイスドラちゃんありがとうございますえそれこそ関東お住まいの方に聞こうよ関東のお住まいの方あのー、イケメン先輩とふみ子が誕生日に行くいいスポットもしあれば教えてあげてください良きスポット カリさんありがとうナイスだるまありがとういっぱい送ってくださってる。ありがとうさかっちさんありがとういちごのショートケーキを食べたの <laughs> ありがとうあ,あいいじゃん浜焼きいいじゃんえそれいいじゃんそれいいじゃんクレームクレームはもらったしあ。 嫌、まあ、な,なことあるよね私もなんか最近なんかいいことが続いてるかっていうとあのその配信とか関係なくね全然関係ないところで言うとあんまりいいことは続いてないからさ <laughs> なんかね変なとこで怪我したりこけたりとか階段から滑ったりとかいろいろやらかしてる今日も一個やらかしたことがあってお母さんが家にさお仕事行くのに携帯充電器挿したままさ 家に忘れてっっちゃったのやばいお母さん携帯家に忘れてるって思ってさお母さんに LINE で「携帯家に忘れてるよ」って LINE したらさ携帯ピコンってなってさあの家にあったからさ届かなかったんだよね <laughs> そら届かないかあお台場も行ったのかどこがいいだろうてっちゃんありがとうシュークリームハンバーグ ありがとうナイスシュークリームですありがとうりょうたくんもだるまめっちゃ送ってくださってるわよありがとうナイスだるまありがとうナイスだるまさん毎回朝休もうか迷った日に限って最悪だ <laughs> まあ嫌なことってあるよねなんだかんだあるんだよねえいいな熱海プリン。私は今日そういうやらかしまったよ あ、みなとみらい。あ、あるんだって。あるんだってさ。あっこは鎌倉,鎌倉鎌倉鎌倉くら。やっこさん、レベオめ。ありがとう。アイスクリーム。ありがとう。ナイスアイスクリームです。みやけちゃん、ありがとう。流れ星。ありがとう。ちょっとじゃあ、最初のスタートダッシュってことで。 2秒待っててもらっていいあのいちょっと忘れ物したから2秒だけ待っててもらっていい ?2 秒だけ待ってていただいていい ただいまー。えー、てっちゃんが花束送ってくださってるよ。何これ？風呂敷まで手土産までいただいちゃった。ありがとう。2秒滝の2秒は今の。 なかったごめんあの調べたんだけどなかった。じゃかっぽいぽいのないかなちょっと頑張ってあのさあんまり歌得意じゃあんまりというか本当に歌得意じゃないからあれなんだけど頑張ってちょっと歌ってみる <laughs> 歌ってみる今ねちょごめん裏にいるんなんかいい曲ないかないい曲ぽい曲ないね <laughs> ごめん びっくりするぐらいっぽい曲がないわ AKB と NMB で探してるんだけど夢逃げもないんだよねそれが夢逃げいいなと思ったんだけどぽいぽい曲ないねぽい曲ないね今イヤホン取ってきたのよ急いで喧嘩はやめない喧嘩してないものだって誰も んーなんかぽい曲ぽい曲ある誰か考えてえやっこさんくまさんおっきいくまさん送ってくださってるえありがとうナイスくまさんレベルおめでそしてレベル10レベルになってるよありがとうつかさんハートありがとうレドベルは歌えないよてっちゃんありがとう欲しいナイス欲しいえ何がぽい ナンバー誰かを誰かなんか言ってっぽい曲ってあるないんだよね頑張ろうみたいな曲をどんな歌だったっけってなってるそしてこの歌はどんな歌だっけ どんな歌だったっけ案件になってるんだよね、今度。最悪誰かが喧嘩するでも事故っちゃうから。かちさんありがとうハンバーグシュークリームなんだろう。うーん。With My Soul があるね。<laughs> 吸入体出すから。 やばい、歌をずっと何ヶ月も歌ってないうんでも早くしないとだねとっとと歌わないとお腹グーってなったこれどうやってやるの待って歌ったことがないから分かんないんだ運転してないじゃあセーフだこれどうやって待ってあ待って待って待ってくだらねえとつぶやいてあすごいえな何これあ こういうことえこわえすごいえこういうあれなんだ初めて使ったからうわ自分の声聞こえるんだうわ風が吹いて風のぼこり舞い上がる春の午後の校庭の片隅あれ スカートのス日ーリーにはし走いてくるから僕は照れくさい校舎の窓で悪夢たちが 「空に向かってぐるぐる回り」「リストのように」「日ざしの中できらめく」「僕の大切なものがほら君にかかる」「虹になる」めっちゃ遅れて聞こえる <laughs> ありがとうてっちゃん音波ありがとうございます。さんも ありがとうございます人は誰もその胸のどこかには細かすぎる感情が積もるよふとした時にふわり舞い上がり何気ないことが切なくなるんだ誰もが見 二人「立てることが僕の青春」「ふざけるふざけをまこうか」「みんなみんな見てくれ」「そうだよ僕は君が好きだ」「先を絞って振り回したら」「至福が犬でて僕らは叫びたくなる」

だったか覚えていない」「君はどうだろう」「青いホースで水をまこうか」「遠くびすぎる行動確かに僕は君が好きだ」「空に向かってぐるぐる回り」 星の中できらめく僕の大切なものがほら君にかかる虹になる <laughs> ちょっと恥ずかしい <laughs> ふ<う>ふふてっちゃんありがとうございますナイス音符ありがとうございますあ、来た久しぶりのね歌ですね <laughs> ありがとうございます。てっちゃん、ありがとう。でしょ。ナイス音符です。ありがとうございます。つかさん、ハート、ありがとうございます。ちょっと気合入れ、気合入れに。羊さん、ありがとう。虹になる。<laughs> ナイス虹、ありがとう。レベオメです。そして、カリさんもありがとう。ナイス虹。ありがとうございます。 やっぱりあの熊タワーさんとかのお礼やっぱりこれにしようあのお歌にしますのでもしよかったらてっちゃんあのなんかリクエスト曲あればあの考えてきていただけると嬉しい所存でございますこれにしようあの下手だけど下手だけど頑張ります <laughs> ありがとうさやかさんもミラーボールありがとうやっこさんも虹ありがとうございますみんなが虹をかけてくれた。 ありがとうございます。つかさんも音符ありがとうございますてっちゃんもありがとうてっちゃんの瞳に乾杯ありがとういや、こざも虹送ってくださってるありがとうナイス虹ありがとうてっちゃんいっぱいバラ送ってくださってるありがとうさやかさんもありがとうハートミラーボールもありがとうめっちゃハート送ってくれてるよ、さやかさん。ナイスハートありがとう 鎌さんもありがとうだるま「リクワの <laughs>「リクワは1位の曲ではないんだけどあのとりあえずあの今日からイベント始まったから頑張っていこうぜっていう自分の気合です自分のかよって感じだけど自分の気合入れですあ本当にありがとうそ今度からそうしようそうしようと思います。 ありがとうなかなかないんだけどねありがとうございますちょっとね音痴だしあれなんだけど音痴なんだけどみんな我慢して聞いて <laughs> あと運転はしないようにあの事故りそうになるみたいなのであの「音ととと」って「<laughs> あれあれ音外した音外した」ってかあの事故っちゃうのであの武井さんが歌うよって時はあの一回音を下げるかあのどっか駐車できるところがあれば駐車してくださいあの危険です どん,どん歌ってあちょっとちょっと音痴なんだ <laughs> みんな知ってる時音痴なんだでも、ね、あの見たらね好きな曲があと2曲ぐらいあったからまた歌いたいないつか <laughs> 好きな歌が2曲ぐらいあった気合いを入れ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 ていきたい2位まで頑張って追いつきたいね <laughs> 2位までなんとか追いつきたいね ああ野原慎之介の介さんありがとうナイスだるまありがとうございます勝手に歌っちゃいな歌いたい時歌うねじゃあ。<laughs> 急に歌い出すね。ありがとう慎之介の介さんナイスだるまだるま送ってくれてるよ。ありがとうめっちゃナイスだるまありがとうめっちゃいっぱい送ってくださってるありがとうナイスだるま ありがとうございます。喧嘩とフルーツ好きだな、その歌、その歌好きだな。寝てたな。聞いてなかったな、さては。<laughs> 音痴ないよ。音はちゃんと外してるから、安心して。安心できることかどうか、はわかんないけど、音はちゃんと外してるから、安心して。勝手怒らん、怒らん、怒らん。<laughs> じゃ、った ランキンキグを読ませていただこうかなと思いますこのあとねまた1時間後から配信したいと思うのでよかったら、はい、1時間後の12時からも遊びに来ていただけると嬉しい所存でございますちょっとね今回深夜帯になっちゃうからねそれが吉と出るか京と出るかちょっとそこがねちょっとまだやってみないと分かんないところではあるんだけどなんとか戦えたらいいなと思っておりますではランキングを発表します 13位、ナンバイのセルビーさん、ありがとうございました。12位、トヨタさん、ありがとうございました。11位、パンヤメさん、ありがとうございました。10位、シカと並んでハイさん、ありがとうございました。9位、さやかさん、ありがとうございました。8位、野原慎之助のすけさん、ありがとうございました。7位、ジャイアンさん、ありがとうございました。6位、サカッチさん、ありがとうございました。 5いおでん虫さんありがとうございました4位羊さんありがとうございました3位やっこさんありがとうございました2位かりさんありがとうございましたそして1位はてっちゃんありがとうございましたありがとうございましたではねこの後また1時間後からあのー、また枠空けするのでよかったら遊びに来ていただけると嬉しい所存でございます 今日からねイベント始まりまました頑張っていくぞ、ま、だねちょっと2位まで追いつけてないんだけどなんとか追いつけ追い越せ精神で頑張っていけたらいいなと思います。ではでは夜配信ありがとうございました。また後でねありがとうございました。